いろんなものをこれから一つの店舗で加盟店さんが自由に選択できるというあのモデルを今スタートさせました。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。8月26日水曜日、秋葉原 UDX で FC チャンネルショーをやります。まあ去年もね、たくさん来場いただきましたんで、今年はさらに増えるでしょうね。楽しみにしています。お申し込みは LINE から。僕の優しい餃子、日野南平店がなんか変わったらしいということで、優しい餃子の小山社長、入っていただいてますけど、なんかこれに変わったんですか？無人グルメステーションという複合店、1個の店舗で優しい餃子とうちが今開発したカレー、あとまあ一部スイーツ、いろんなものをこれから一つの店舗で加盟店さんが自由に選択できるというモデルを今スタートさせました。スイーツとかしたらこれ24に相談しなきゃね。これ大丈夫なんだよねこれ、うん、怒られちゃうこれ。うちで相談したいですね、うん、はい。まあ、カレーと一緒になってるのを見ましたみたいな、うん、結構僕のところにも連絡来てますけどね、どういう看板になったんですか？というわけで一応画像がこちらです。はい。お、こんな感じになったんですか？なるほどね。あそこ狭いですけど中は、これ一応みんなあるの？そうですね、全部もうこうやって区切って、スイーツコーナー、カレーコーナー、餃子コーナーっていうふうに分けてます。リニューアルされたのはいつですか？7月の頭に日野店はリニューアルしました。なるほど、じゃあ半月ぐらい経ってるわけですね。はい。今月は売上の回収はまたご報告させていただきますけど、うん、集客はできてます。へー、はい。まあやっぱり去年までとはね、無人業態っていうのフェーズが変わってきてるから、やっぱりいろんなことをやっていかないと、手を打っていかないとっていう、まあ雪松だってね、ラーメンをほぼほぼ置き出してますからね。無添加の商品は続々と開発はしてます。各ブランドを真剣に僕たちも作ってますんで、1個のブランドをまたこれがダメだからということではなくて、土地柄によってですね、カレーが売れたり餃子売れたりスイーツっていうのがやっぱり出てきてるんで、うん、まあ、そういうふうに加盟店さんが自由に選択できるっていうのが今回いいのかなという、ね。はい。駄菓子屋も行ってましたよね。駄菓子屋も集客に関してはお子さんがすごく来ていただいてるんで、まあ、駄菓子自体ではなかなか儲かんないですもんね。そうですね。それでも駄菓子屋さんやりたいって方がいらっしゃるんですね。そうですね。地域のためにとか子供が集まってほしいとか、そういうことですね。そういうことですね。はい。というわけで優しい餃子はまた進化して、まあ、ちょっとね、餃子だけでは厳しい時代ですもんね。そうですね、まあ、正直そこはあると思いますよね。はい。はい。うん、でいろんなものでこう優しい餃子がこう選べるようにして手を打っていく、まあ、もともとね、いろんな飲食やられてましたもんね。そのノウハウとかが生かされてるんですよね、きっとね。いろいろな次のものは出していくっていうのはね、最初からおっしゃってたから、まあ、それがカレーであってスイーツであってと。これスイーツは無添加なんですか？スイーツとかはまあ添加物一部使ってるものもあります、うん。はい。武さんどうですかこれは？やっぱり売れる売れないあると思うんで、まあ、土地柄なのかまたこの時期なのかっていうのもあると思うんで、まああそこに行くと、まあ無人でなんかいろいろ面白いものがあるっていう風になっていくのかもしれないですよね。まあ、メインで餃子はあるんだけれどもみたいな、はい、餃子だけじゃなくて、まあ毎月なんか変わるみたいなのもあるのかもしれませんけどね。カレーはどうなんですか？結構売れてますか？おかげさまでカレーは伸びてます、はい。カレーは本当にレトルトとかが進化してるからと思うんだけど、またそれとは違った何か特徴があるんだ ね、はい。やっぱりレストランカレーですんで、やっぱスーパーとかと味はもう断然食べていただけると。いくらなんですか？一袋400円ですね。一袋400円、はい、一食ってことね、はいはい。何種類かある？そうですね、今11種類ある。あ、また随分だね、はい、うん。なるほど。早く食べてみたいな、知らない間に変わっててみたいな感じなんでね、はい、ちょっと自分もちょっと一回行ってみるかな。これぜひ皆さん、もしよかったら僕の店舗に遊びに来てください。そしたら毎月の実況中継の数字が増えて助かります。ついでにコインランドリーも寄ってくださいFC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんな豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで